スタートしました。7番のドラゴンスパンコースタートです。そのうちから並んで5番のディア・エトワール、そしてうちから3番ファイトバック、間は6番のバイサーリッター、先団4頭です。その後1馬身差の追走、外から9番のヒューガ、内は2番のドリームアスリート、あとは4番のコスモラブモア、続いていきました。ここまでほとんど差がありません。あとは2馬身ほど切れまして、8番のアルマエルナと、最後方が1番のモリトラッキー、しかし9頭がほぼ一段です。3コーナーカーブにかかるところで5番のディア・エトワール、体半分ぐらいのリード、首と縮めて6番のバイサーリッター2番手の位置、3番手は7番のドラゴンスパンです。外から9番のヒューが4番手に上がって、内は3番のファイトバック5番手に控えています。4番コスモラブモアを追っつけて、外からグーンと上がっていきました8番のアルマエルナと、その後は2番のドリームアスリート、最後方1番モリトラッキー。前は固まっていますが、今度はバイサーリッターに先頭変わったか、直線コースに向きます。外から7番のドラゴンスパンが並んでいます。内食い下がる5番のディア・エトワール、3頭広がって、4番手の一線から3番のファイトバック、大外から8番のアルマ・エルナと、間から4番のコスモ・ラブモアを追ってきましたが、先頭7番のドラゴンスパン、ドラゴンスパン、内粘るバイサーリッター、さらにはファイトバック4頭広がって後輪、最後は8番アルマ・エルナとも加わって4頭の争い。